ODA です。ですね、ちょっとね、真面目に考えたんですよ。今後どうしようかなとかいろいろ考えたんだけどさ、第一新カードってなんかあったよね。プラス駅止まったらなんかたまにもらえるやつ。あれのラインナップに確かね、岡山があるんですよ。それ引く方が早いんじゃねえかなって、もう全部壊しちゃうけど、もう乗っ取りカード2枚引くよりか多分ね、そっちの方が早いんじゃねえかなって思ってて。プラス駅、トップだったら出ないとかなんかそういうのあるんすかね。どうなんすかね。ちょっとわかんないんだけど、なんかそういうのちょっとやろうかなって思って、もう、プラス駅狙っていこうかなってちょっと思いますね、今回からは。赤がなんかここにいんのか。で、俺は前に出れない、もしくはもうぶち抜くしかないってことか。あ、でもだったら前にぶち抜いた方がいいか。ぶち抜こうぜ。よいしょ。19、めっちゃ出る。おら。おら。よし。こんだけ、こんだけいっときゃいいでしょ。目的地どこだっけ？高知か。プラス1いけるね。大地震か、あん、はい。このルーレットが出ないんだよね。その大地震カード出るときはね。多分。ちょっと攻略本がどっか行っちゃったからね、見れないんだけど、多分ね、なんかあったと思うんだよな、そういうの。なんか大地震カードってあったよね。そう。で、確かそれのラインナップにね、あるんすよ。わー、すごい。倹約霊カード。初めて見たかも。攻略本どこやったかなぁ。探したけど見当たらなかったんだよね。なんか。あー、特製！やってくれたなぁ。今までのが全部サラになってもうたわ。よいしょ。パーフェクトツアーガイドってやつならあるけどね。あ、やっぱでも大地震カードありそうですね。ダメだね。乗ってないね。わからなかったわ。いや、でも確かプラス駅でなんか出たよね。なんか前コンピューターどもが。これって1位の人は出ないとかあんのかな。いや、どうなんだろう。そんな細かい設定をこの初期作品で果たしてやってるかどうかよね。そこな気がすんだよな、結局な。はい。まあ、とりあえず行きますね。まあ、とりあえずでも、飛行機軍団でしょ？多分まだ。まだ飛行機軍団だよね？多分。さすがに、来てないよな。あ、来てないね。オッケーオッケー。じゃあもうのんびり行こう。でも、プラス駅積極的に止まってく。もうそれしかないもんね、これ。わかんないけど、それしかないと思うんだよな。多分。大地震カードを引くしかない気がするんだけど、これ年数でもう出ないとかあるのかな、もしかして。あ、なんかそういうパターンもある。そういうパターン、年数もう次だから出ませんみたいな、そういうやつ。あ、これもあったわ。これか。ちょっとこれ見てみるね。こっちも見てみよう。大地震カード、闇のカード売り場拾う。闇のカード売り場、闇のカード売り場、何闇のカード売り場って。拾うって書いてるけど、ね、拾うじゃなくてさ、闇のカード売り場って何。あ、これか。デビルカード。デビル持って、なるほど。デビル持ってカード売り場に行くと闇のカード売り場が出現するらしい。で、所持金10億円以上必要みたいなね。なるほど、それだな。それ行こう。じゃあ、デビル引くのが早いのかな？多分。デビル引くか。単純に拾う確率とかって確かあるよね、多分ね。ちょっとそっちも見たいんだけど。拾うってのもうちょっと丁寧に書いてくれよ。どこで拾うとかさ、せめてさ。プラス駅で拾うとかさ、せめて書いてよ。闇のカード売り場ってのちょっと気になるな。じゃあ、デビル引こう。カード駅でデビルカードを引く。だな。これだ。オッケー。それが俺の最短ルートということがよくわかった。デビル。逆！もう、ちゃんと逆！もう、真逆！真逆もいいとこ、ほんとに。真逆！これ、でもデビル、いや、でもデビル欲しいね。デビル欲しいねってなんだよ。そんな状況ねえよそんな状況ねえよーってやつだよね、これね。ほんと。出た。あ、でか、沖縄か。沖縄そういえば農林だったな。てか、物件誰も買ってないもんね、沖縄。確かにね。あ、やべえ、忘れてた。あったな、そういえば。あ、やべえ、神戸やん、しかも。やっちゃった。結構でかいやん、これ。買い直そう。買
壊滅状態ですじゃねえよ。あーあーあー、これ結構やられるよねこれ多分。いくら？ブー、でけえじゃん。ちょっと待って、114億はさすがにでけえな。ちょっと今年はそれの買い直しやるか。さすがに。うわ、114億か。完全に忘れてた、モモスラ。モモスラの存在完璧忘れてた俺。うわー、やらかした。ちょ、カード引こう。デビル。キーキーカードとかなんかもうすげえ気が抜けるんだよな、なんかな。この一文字のやつ。いいけどさ。あ、やばいね。プラスになってきたこいつ。うわー、やだ。ほんとこういうやつ嫌い。正直プラスのやつ嫌いなんだよな。理不尽だな。理不尽だな。本当に今理不尽な理由でお前怒られてるよ、今。めちゃくちゃ理不尽だよ、今。めちゃくちゃな理不尽よ、君を。めちゃくちゃな理不尽が、君を襲う。うん。わ、でも全員プラスになっちゃったな。もう一回ちょっとキングに全員ボコしてもらうしかねえな、これな。払うから。これ払わなかったらどうなんねやろな。物件倒産するとかやめてな。また2位や、もう。2位はもうええ。もう2はええわ。なんで今倹約で切れんだよ。こいつ絶対神戸買うやん。性格悪いんだから。コンピューターってのは基本性格が悪いです。はい。闇のカード売り場あんのかな？てかそもそも。これちゃんと攻略本、スーパーファミコン必勝攻略ブックって書いてるから、多分あるよな。死ね！死ね死ね死ね！お前は死ね！チンカス！こうするしかないやんか。よいしょ。もうなんでこれ Y を下判定になってんのね。俺の指がでかいからね。指でかいからねってやつね。フジモンさんじゃないんだから。あ、違う、顔でかいからねやから。ほんで。顔ちゃうわ。指がでかいんや、俺は。死ねえ、お前。死ねえ。早く死ねえ。お前は。何お前。ほんとにマジで。あいつマジで性格悪くないさっきから。いらん。はいはい、もう見飽きた見飽きた。はい、もうそれでいいわ。もう。ムカつくの、このキジタとかいうクソ。2位進めるで確定やってん、俺もうここでな。なあ。それでも使うぞ、俺は。それでも使うぞ。なあ。こいつらマジでほんまに。物件失ったやつの気持ちがわかんのか、お前らに。どこって金沢っつってたか。どうやっても俺は独占が崩れる羽目になるんですかね、今は。そういう時代。そういう時代。ちょっとキング来よ。こいつらが金持つとろくでもねえことしかしない、本当に。さっきからろくでもねえや、こいつら。青森とかもなんかもうやめて、なんかそういうことすんの、本当に。もうデビルカード奪いてえわ。今デビルカード何よりも欲しいもんね。もうデビルカード大地震起こす岡山潰すしかねえ、本当に。もうそれしかない、本当に。マジでそれしかねえ、もう今これやばいな。ちょっと何言ってっか分かんないと思うけど、もうね、地震で岡山潰してもらうしかないぜ、これ。本当にそうしよう。もう農林、うん、もう農林潰すには自分の物件ごとやるしかねえわ。とんでもねえこと言い出してるわ、本当。あ、売り場だ。あ、売り場はいいね。うん。もうキーカードとかいらないからね、これね。2進めは持っとくべきやな。あ、なんかあった時のぶっとりでしょ。まあ、特急持っとこうか。ね、なんだかんだ、なんだかんだ強いよね、これね。はい。じゃあこれで行きましょう。ちょ、カード引こう。で、デビル、デビル、引きたい。デビル。デビルは言うて出るでしょ。ねえ。ハズレは、まあまあの確率で出るでしょ、言うて。最初の方、あんなになんかデビルと出来心カード軍団来てたんだから。デビル、出るでしょ、ね。で、なんか10億円以上持って、その状態でカード売り場に行くと、いいらしい、なんか。いいらしい。あんまりちゃんと知らないけど、いいらしいよ。じゃ大地震カードこれでね、入手して、デビルを持って売り場に行くだけでいいのかな、これ。だけでいいのかな。
ちょっとよくわかんないけど、確率256分の6だよ。ほらめっちゃ高いやん。トレーキングくん、あ、違う、10億円以上持ってカード売り場に行くと闇のカード売り場が出現するぞしか書いてないんだよな。闇のカード売り場ね、そんなものがあったとは。はい、どうも。よし、デビルある？デビル、デビルなさそうだな。だから覚えろ、そろそろ覚えろ。俺デビル、デビルカード欲しいって言うとエンジェル引くわけ？え、好きだね、なんかそういうの。なんか真逆のやことするやつ。急行系欲しい時に限って便利系いっぱい出るもんね。なんかそれと一緒でしょ、多分。そういうことでしょ、お前ら。性格悪いね。いいけど、別に。いいけどさ。いいけど、ちょっと深いだよ。ちょっと深いだよ。俺様。俺様、ちょっと深いかな。ちょっと深いだよ。いやー、カード駅泊まりたいね。とりあえず。カード引きまくりピーポンになるしかねえな、これな。何それ？もうどうやっても当たませんやん。目的地に近づくなってこと？あ、でも10億が増資できはするな。なんであいつ1件だけ持ってんだよ。買うか。あの1件腹立つな。あの1件腹立つわ。なんやねん、あいつ。お前腹立つな。それ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 だよ。俺がマジで20年以上苦しんでんのそれなんだよ。マジで20年苦しんでると思うよ、本当に。ね。勘弁してくれよ。大地震カード、デビルカードを引く方が多分早いよね、多分ね。わかんないけど。デビルは出るでしょ、正直。いや、デビルは出るでしょ、ぶっ払ってなんやねん。ふざけた名前しやがって。ぶっ払、ちょっと面白いな。ちょっと面白い。ちょっと好きよ。ちょっと好きだけど、まず、とりあえず、なんだっけ？何引くっつってたっけ俺今。俺やばいね。俺なんか何も考えずにやってんな。あ、買えない。え、待って、俺買えない？ 254。うはぁ。あー、マジか。やってもうたな。ちょうどやったんか。買えないのか。やってもうた。買えないのか。カード。全然デビルなくない？全然デビルないやん。あ、ダビングだ。あ、ダビングだ。ダビング？ダビングいいやん。乗っ取りでも良くなってやん。じゃあ、乗っ取りでもクリアやん。結構な確率で良くない？じゃあ、ね。いいやん。悪くはないよな。多分な。よし、来た！待ってた。お前を待ってた。105年ぐらい、お前を待ってた。やった！次回、キングボンビー大暴れの巻や、これ。契約例っていうのがなんかね、初めて見ましたね。今年は僕ね。まあ、それはどうでもいいんですけど、ちょっとデビル引こう、本当に。デビル引こう。デビル引いて闇のカード売り場ってやら行こうぜ。闇のカード売り場って何なんだろうね。俺ちょっと初めて見るかもしんない、それ。1037億9050万。上がってんのか下がってんのかよくわかんないな、これ。多分下がったね。1050億ぐらいあったような気がするもん。マイナス150万円ってなんだよ。普通になんか、1年ぐらい働けば返せそうな額だな。900じゃなかった。9327億。お前ら、波数だけでも負けてんじゃん、27億のとこ。あっこだけでも負けてんじゃんかよ。そっから9300なんでしょ、だって俺。勝ちやん、めちゃくちゃ。もう。てか、来年1兆超えるな。これ1兆記念ってあったっけ？まあいいや。なくても、あってもどっちでもいいね。勝ちだし。